今日は制限波インバーターを作ってみたいと思います。インバーターというのは直流電圧を交流電圧に変える電力変換器のことです。例えば車載用のインバーター、こちらは直流 12V を交流 100V に変換します。こちらはインバーターの回路図、スイッチが4つあります。こちらのスイッチには MOSFET または IGBT がよく使われます。今回は MOSFET を使います。スイッチ4つでどのようにして直流電圧を交流電圧に変換するのか見ていきます。こちらのスイッチ2つを閉じます。そうすると交流端子電圧 VAC は直流電圧 VDC と同じになります。次にマイナスの電圧を出したい場合、こちらのスイッチ2つを閉じます。そうすると交流端子の出力電圧 VAC はマイナス VDC になります。 0V を出力した場合は下側のスイッチ2つを閉じるか上側のスイッチ2つを閉じます。今書いているのだと下側スイッチ2つを閉じています。今説明したスイッチの入り切りを繰り返すとどうなるか。そうするとこちらのような波形が交流の端子電圧に出てきます。このスイッチの入り切りの周期を 50Hz または 60Hz にするとインバーターの完成です。例えば Amazon なんかで売っている格安の車載インバーターなんかはほとんどが先ほど説明した方式を採用しています。では制限波インバーターを作るにはどうしたらよいか。基本的な回路構成は先ほどとほとんど同じです。ですが外部にフィルター回路をつける必要があります。また変調方式を変える必要があります。出力電圧を制限波にするためにはまず制限波変調を使う必要があります。これが制限波変調です。先ほどと比較して電源1周期の間で非常に多くの回数スイッチングしていると思います。今書いている図だと10回程度しか切り替えを行っていませんが、実際には数万回程度の切り替えをします。次にこの波形を LC のローパスフィルターに通します。 LC フィルターを通った後の波形はこちらの赤色の線になります。時数の高い電圧波形はこちらのローパスフィルターでブロックされます。結局ローパスフィルターを出たところの電圧波形は 50Hz、60Hz の周波数成分だけが残った波形になります。こちらが実際に作るインバーターの回路です。4つの MOSFET を使いました。 MOSFET から線が4つ出てると思いますけども、そちらはゲートドライブ回路に接続されます。 MOSFET だけだとオンオフできないんですね。こちらのゲートドライブ回路から電圧を出すことで初めて MOSFET をオンオフすることができます。ゲートドライブ回路は IC を使ってもいいんですけども、今回は完全に自作しました。まずゲートドライブ回路から作ります。 EasyEDA を使ってゲートドライブ回路を設計します。今回作成したゲートドライブ回路なんですけども、他のプロジェクトでも使いたいので割と使い回せるような設計にしました。回路設計後に基板を製造します。今回は JLCPCB を使いました。EasyEDA からそのままガーバーファイルを投げるだけで製造できるので便利です。注文してから1週間くらいで基板が届きました。あとおまけも入っていました。大体こういうのって何かしらのおまけが入ってますよね。早速回路を作っていきたいと思います。こちらは電解コンデンサ、電圧を安定させる役割があります。これは DC-DC コンバーター、ゲート電圧のプラスマイナス 15V を作ります。 DC-DC コンバーターの出力電圧を安定させるために電解コンデンサーをつなぎます。電解コンデンサーだけだと周波数特性が悪いのでフィルムキャパシタも接続します。これはフォトカプラー、制御回路側と主回路側を電気的に絶縁するために使います。信号は光で伝達されます。フォトカプラーの中には赤外線 LED があります。その LED の電流を制限するための抵抗です。 MOSFET のゲート端子に接続するゲート抵抗とジャンパーです。このジャンパーはもともとダイオードにする予定でした。MOSFET のゲートソース間に接続するプルダウン抵抗、ゲート端子をサージ電圧から保護するためのゼナーダイオード、
1箇所だけ部品を入れ忘れていたのでそこを補修しました。1回路だけできたところでテストします。問題なく動いてそうな感じだったので残りも作ります。完成です。とりあえず6個分のスイッチをドライブできるようにしました。最大で8個までの MOSFET IGBT をドライブ可能です。次にインバーター回路を作ります。これは今回使う MOSFET です。ユニバーサル基板に MOSFET を挿していきます。最初の予定は IGBT モジュールを使う予定だったんですけどもやめました。次回以降になると思います。多分そのうちモーターでも回すと思います。入出力の端子をつけます。2端子は在庫切れだったので3端子で代用します。スズメッキ線とハンダを使って回路を作ります。実はインバーターの回路自体は結構単純で作るのは簡単だったりします。その周辺のゲートドライブ回路であったりコントローラーの方が実は複雑だったりします。なので主回路を作る部分は結構取れ高が少ないんですね。次にコントローラー部分を作ります。今回はアルディーノを使いました。制限波変調をするプログラムを作ってアルディーノに書き込みます。オシロスコープを使って波形を見ます。こんな感じの出力波形になりました。 60kHz くらいで変調しているので波形を取り切れていない箇所があります。もっと波形を見やすくするためにローパスフィルターを通してみます。上の波形がローパスフィルターを通す前で下の波形がローパスフィルターを通した後です。上の波形だけ見てみると制限波には到底見えないんですけども下の波形だと制限波になってるんですね。コントローラーから出ているこの黄色い波形をゲートドライブ回路に入力します。でゲートドライブ回路が、電圧を出してインバーターの MOSFET をオンオフするわけです。そうするとインバーターの出力電圧は制限波になります。コントローラー、ゲートドライブ回路、インバーターをつなぐ配線を作ります。こういった配線一つ作るにもちゃんとした専用工具を使う必要があります。今コンタクトピンを配線に接続してるんですけども、この専用の圧着工具あるんですね。こういう工具も結構高いんですね。4000円くらいします。1個買えばほとんど一生使えるような代物ですけどやっぱり最初買うのは少しためらいますよね。コントローラーから出ている配線をゲートドライブ回路に接続します。ねじってあるんですけどもこれはノイズに強くするためです。ツイストペアケーブルって言います。次にゲートドライブ回路とインバーターを接続します。 MOSFET のゲート端子に接続します。これはゲートドライブ回路用の電源です。インバーターの直流部分にキャパシタを追加しました。電解コンデンサーと周波数特性の良いフィルムキャパシタです。LC ローパスフィルターに使うインダクターも作りました。こちらが実際に動かす回路です。こちらがコントローラーで、コントローラーから出ている配線はゲートドライブ回路につながっています。でゲートドライブ回路からも線が出てるんですけどもそちらはインバーターの主回路部分につながっています。これはインバーターの直流端子、直流電源をつなぎます。でこちらはインバーターの交流端子です。この交流端子の先に LC ローパスフィルターをつなぎます。今こちらに見えている、丸いのが LC ローパスフィルターのインダクター部分です。この黄色いのはフィルムキャパシタです。でそしてそのさらに右にある銀色のやつは抵抗負荷です。いきなり高い電圧を加えるのではなくて低い電圧から少しずつ試験していきます。だいたい 60V くらいです。インバーター直流部分に電源を接続します。これは電圧を測定するための電圧プローブです。電圧を測定したい箇所に接続します。ローパスフィルターの前後の波形を見ます。
こちらが波形です。上の波形はローパスフィルターを通す前の波形で、下はローパスフィルターを通した後の波形です。ローパスフィルターを通した後は制限波状の波形になっています。ローパスフィルターを通した後の電圧波形が少し階段状になっていますけども、これはプログラムの問題です。制限波の解像度をもう少し高くすればこの問題は解消します。きちんとした制限波状になります。周波数はぴったり 50Hz です。もう少し高い電圧にして電化製品を動かしてみたいと思います。商用電源を全波整流したものを電源として使います。ここで一つ注意してほしいことがあるんですけども、実際のインバータの回路はどっかしらに変圧器が入っていて絶縁されています。なのでこの構成は真似しないでください。電圧は 96V、 コンセントから来ている電圧は 100V なので、まあ許容範囲内です。周波数は 50.5Hz になってますけども、実際には 50Hz です。測定がうまくいってなかったみたいです。これはコンセントの電圧波形と自作したインバータの電圧波形の比較です。上の波形は 50Hz ぴったりなんですけども、自作したインバータの波形はちょっと 50Hz からずれてるんですね。なんでこんな感じで完全には波形は同期していません。はい、ということで今日は制限波インバーターを作りました。主回路をとりあえず動くクオリティで作るっていうのはそこまで難しいことじゃないんですね。それよりかはその周辺回路だったり、まあそういったのをちゃんと作る方が大切だったりします。ということで動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。